どうも、映像作家のサハラです。フォトグラファーのレンです。はい、僕たちは普段余市のねワイナリーさんでドキュメンタリー取材をしていて、いろんなねワインを試してみて経験値を積んでおきたいっていうのもあり、いろいろと試飲をした状態の2本撮りならぬ、もう今6本撮り7本撮りぐらい、むしろその前 の、 あの機材トラブルの前も合わせたらもう今12本13本目ぐらいの今動画撮影です。久々にカメラ系映像制作系のチップス動画みたいなのやりたいなと思うんですけど、うん、パッとね今じゃあなんかネタありますかって言っていろいろあるけど、今、うん、すごい短い話をねちょっとあの考えました考えました。今思いついたの。あなたもね普段やってないけれども、こういうこと大事ですよ。分かった分かった、お話です。うん、はい、これがカメラのバッテリーですけれども、はい、このカメラのバッテリーに対してあのプロの方たちは大体必ずやることって何やるかっていうと、番号振ってます、バッテリーに。これは購入したら番号振ります。でもっとちゃんとしてる会社さんは、うん、購入した日付も書かれます、バッテリーに。うん、でなんでそんなことをするかっていうと、うん、やっぱりバッテリーって寿命があるんですよ。うんうん、一つのバッテリーに対してだいたい何回この充電使用、まあ、充電放電っていうのかな、うん、充電と放電を繰り返して電池としてのね役割がこう維持されるかみたいなところの上限ってやっぱりあるんですけど、うん、バッテリーって寿命があるものなんですよね。劣化していくんですよ、使えば使うほど、うん、衰えていくんです。一つのバッテリーをこう繰り返しね使い続けるっていうのもまず良くない。ある程度いくつかバッテリーを本数用意してローテーションして均等に使っていきたいです、うんうん、そのためにも今日使ったバッテリー、次使うべきバッテリーは何ってねなります。認識しなきゃね、うん、なので、バッテリーにはちゃんとですねナンバリングをして順番に使っていきましょうっていうお話です。はい、はい、前回の撮影5番で終わりました。じゃあ次の撮影は6番からバッテリーを使ってほしい。はい、はい、1番からじゃないです。はい、はい、うちはね、まあ、この GH5S に関して言えば6本バッテリーを用意してます、うん、なので前回バッテリー5番で終わりましたってなったら次は6番のバッテリーから使い始めて1番に戻りましょうっていうローテーションが大事です。はい、そのローテーションがないとバッテリーが1本だけ急にね劣化しちゃう、劣化してしまう。劣化するとどうなるかっていうと、本来例えばこう2時間回る2時間撮影できるバッテリーだったはずが1時間しか回らない。それは良くない。でそれをいつ我々は知ることになるかっていうと、だいたいやっぱり本番中なんです。現場の本番中に今収録始めて1時間こんなタイミングでバッテリーが落ちるはずないと思っているにもかかわらずバッテリーっていうのは落ちます。なんで落ちるか、それは劣化してるからです。やっぱりじゃあ日頃の管理が大事ですね。そうです、バッテリーっていうのはちゃんと管理をしていかないと現場で痛い目を見ます。はい、気をつけます、はい、気をつけましょう。はい、バッテリーはちゃんとナンバリングをして使ってください。レッツナンバリング。ナンバリング、またありがとうございました。ありがとうございました。